ティーパックス、ヘルシンキでの2007年大会にて、ボアズマウダ、ベオグラードでの2008年大会にて、イスラエルのユーロビジョンソングコンテストでは、イスラエルにおけるユーロビジョンソングコンテストについて述べる。イスラエルは、地理的にはヨーロッパではないものの、イスラエルの放送局が欧州放送連合に加盟していることから、ユーロビジョンソングコンテストに参加する権利を持っており、 1973年大会で初めて大会に参加した。2008年までにイスラエルは3回の優勝を経験している。イーザー公演とアルファベタはパリで行われた1978年大会ではアップテンポの楽曲 ABANIY で優勝を果たした。翌年の大会はエルサレムで行われ、ガリアタリとミルクハニーのハレルヤでイスラエルは 再度の優勝を果たした。イスラエルが3度目の優勝を果たしたのは、バーミンガムで行われた1998年大会のことであり、トランスセクシャルの歌手ダナインターナショナルが、ディーバを歌って優勝を勝ち取った。これは、イスラエル国内の保守派からは、激しい反発を生んだ。初期の頃、イスラエルでの国内選考は、イスラエル放送局の内部で行われていた。 イラネットが兄ドに渡って、イスラエル代表に選出されたことに対する批判から、ヘブライカ唱合唱フェスティバルでの優勝者が、イスラエル代表となる方式に改められた。1978年大会、1979年大会では、この方法に従って、イスラエル代表が選出された。しかし1980年には、フェスティバルの優勝者であったフー。 アーキム・ベイ・ヘクタール・はキオットというバンドのピスモン・チョザーは大会に参加することができなかった。1978年に続く1979年の2年連続での優勝の後、イスラエル放送局は短期間の間に2度の大会主催は不可能であった。イスラエルは大会の主催を諦め、主催権をオランダに譲り渡した。すでに多くの時間が費やされた後であり、 大会主催者はソングコンテストの適切な日取りを選ぶことは難しくなっていた。最終的に大会の開催日とされた日はイスラエルでは戦没将兵記念日であったためイスラエルは大会に参加することはできなくなった。これは2008年までの時点で優勝の翌年に大会に参加しなかった唯一の例である。優勝以外では イスラエル代表に対する大会での反応は様々であった。1982年大会のアビタリダナ、no. ンバーワン983年大会のオフラハザは多くの国々から高得点を得た一方、このひたすら歌い踊るイスラエルのスタイルの人気は1986年頃までには衰えていった。異なるスタイルへの挑戦として、リダ・クラインスタインは1990年大会で、 繊細なバラットを歌い、2000年大会ではピンポンのディスコ風の楽曲を歌ったものの大きく失敗に終わった。しかしピンポンはその楽天的な歌詞と中東の平和を願うメッセージで注目を集めた。彼らは大会での演技の最後にシリアの旗を振り、多くのイスラエル人の怒りを買った。2004年、デビッド・ディオアはレイハー・アミンで11位となり、 過去5年で最も高い順位となった。キエフでの2005年大会では、シリマイモンは4位に輝き、久々のベスト5復活を果たし、2006年大会の無条件での決勝進出を決めた。2006年大会ではイスラエルは、エディ・バトラーの楽曲、t ゥギャザー e r We Are One で大会に挑んだが、わずかに4得点を得て23位に終わった。イスラエル放送局のユーロビジョン委員会が、 イスラエル代表に選出したバンドのティーパックスは、ヘルシンキで行われた2007年大会では、準決勝で28組中の24位という結果となり、決勝進出を逃した。2008年大会では準決勝を通過し、決勝に進むことができた。モスクワで行われる2009年大会では、大会で初めて、アラブ系イスラエル市民の歌手として、ミーラーアワードが、アヒノムニニと共に、 イスラエル代表として参加する。1978年大会では、イスラエルの演技の時ヨルダンの放送局、JRTV は中継を中断し、代わりに花の画像を映し出した。イスラエルが大会で優勝する見通しとなった時、JRTV は突然放送を打ち切った。その後、ヨルダンのニュースメディアはイスラエルが優勝した事実を報じることを拒み、優勝者は ベルギーであると報じた。イスラエルのユーロビジョンソングコンテスト参加によって参加の権利のある多くのアラブの国々が大会に参加しないことを決めている。チュニジア、モロッコ、レバノンがこれに当たる。チュニジアは参加を試みたものの最終的に不参加を決定している。レバノンは2005年大会の参加直前まで行ったもののレバノンの法律は イスラエルの存在を認めることを禁止しており、レバノンのテレビはあらゆるイスラエルの映像を放映できず、これが欧州放送連合の定めた大会の規定に触れるため参加できなかった。モロッコは大会に実際に参加した経験のあるただ一つのアラブの国であり、イスラエルが参加しなかった1980年大会に参加している。イスラエルから高得点が送られた国々、 イスラエルに高得点を送った国々、出点、得点の合計は、決勝の時のもののみであり、準決勝のものは含まない。ありがとうございます。